映画フライの主役のかもマックの坂井正人さん吹き替えのモノマネ。おい何を言ってるんだよ。僕たちは臆病だからここまで生きてこれたんだ。池の外になんか出る必要なんてない。尾ネの準備。チェック。羽の広がり。チェック。くちばしを飛行モードへ。さあ冒険に出よう。 ということで、フライ見てきました。僕、主演が坂井正人さんの吹き替えだって、それだけの理由で、前よりチケット買ってたんで見に行ったんですけども、ビバーンと同じで冒険がテーマなんですよ。池。自分たちの住んでる池から出たら危ないから子供たちがすごく危険にさらされてしまう。 さあ、寝る前のお話だよ。外には危険がいっぱいだって言って、池の周りに行ったら危ないサイコドリの詐欺に食べられてしまうんだって言って、詐欺がいるんですよ。そのサイコドリ、まあその危ない鳥ですよね。やばい鳥が、声が野沢まさこさん、ドラゴンボールの孫悟空でおなじみの野沢まさこさんに、おめえ、ぶっ殺すぞそのね、サイコっぷりがかなり面白いですよ。おめ ってぶっ殺しちまうぞ、みたいな。なんかその、モノマネの野沢雅子さんの危ないこと言いそうな感じで、そのしゅ、あの、その酒井さんと野沢さんの共演ってだけでもすごい嬉しいんですけども、これ僕発見がすごいたくさんありまして、それぜひ熱弁したいんですけど、二つ発見があって、まず一個は、 この映画あるじゃないですか。あの、ミニオンズ作ってるとこですよね。イルミネーションって制作会社だと思うんですよ。絶対映画館で見たことあると思うんですけど、皆さん。あの、怪盗グルーミニオンズ。この手の映画、一回映画館で見に行ってみてください。すごいから。 あの、スクリーンいっぱいに CG がこう跳ね回るでしょ。だから、この見どころがいっぱいあるんですよ。細かいとこまで作られてるから、制作費が770億円かかってるらしいんですけれども、それだけすごい CG なんですよ。で、同時上映で一番初めに10分ぐらい、怪盗グルーのミニオンズ出てくるんですけど、その映像がまずとてつもなくすごいです。月に行くんですけど、月がね、 まあ、なんかその前の映画でで確か月を盗むんですよ山寺宏一さんがあの声やってるなんか敵の怪盗がいるんですけどそれが月を盗んだっていうシナリオなんですけどもその後の話をちょっとやるんですけど月がなくなっちゃったからサーファーたちが,波,が波乗りできなくてザバーンって海に叩きつけられるシーンが初めに出てくるんですけどその感じとか。 月の引力がなくなったら波ってなくなるじゃないですか。海の波ですよ。あれ、互いが引き合ってるからなるってなんかよく言われてると思うんですけども、その辺のなんか物理法則を無視してないのに、なんかもうはちゃめちゃにやる感じとかが、月の重力の感じとか多分結構リアルに描かれてるんですよ。それがまずすごい。子供向けじゃないんですよ。その大人が見てもその辺の物理法則とかがしっかり描かれてるから、感心するんですよ。すげえ細かいなと思って。だからそれだけ制作費がかかってるとも 言えるるるんんでででですすすけれどもだから普通こういういいののっっててななかかかかテレビで家でかかってる感じするじゃないですかミニオンズ系の映画って映画館で見ると結構印象変わりますよ。なんかすげえ贅沢な感じ。うわーみたいな。映画館のスクリーンがよく似合うクオリティなんですよね。やっぱお金かかってるから。それがまず発見でした。で、もう一個が、この手の映画ってかなり僕そんな見に行かないんですよ、普通。だけど、まあその酒井さんが主,あの主演だから見に行ったんですけど、ポップコーンの僕 L サイズ食いながらうわー って一番後ろでで見たんですよこれむちゃくちゃストレス解消になる俺びっくりしたもんなんかもうニヤ,ニヤニヤしちゃうんですよなんかもう基本的にコメディなんです結構僕シリアスなシーンがもうどっちかっていうと欲しがりなんですけど別に葛藤そんなしないんですよテーマが冒険で家族が奇跡ね冒険したせいで家族が危険にさらされちゃうっていうのが。 ある,あるんんんんだだけどそそこでですすごい泣いい泣たり悩んだり悩ななにしないんですよ結構ドタバタがずっと続くんですけどもうニヤニヤしながら「わっそう酒井さんだ」とか思いながら「ヒコロヒーさんだ」とかなんかニヤニヤしながらちょっとクスクスしながら一番後ろで僕見てたんですけどこれ終わった後ポップコー項目結構 L なのにですよ L ってすごい半分ぐらいいつも余るんだけどなくなりかけてるぐらいもう食ってて 楽しかったんですよ。ストレス、映画がストレス解消の手段になるって結構僕の中で大きな発見だったんで、この二つ。ミニオンズ系の映画、映画館で見るのすごい合います、スクリーンに。それと、ストレス解消って目的で映画、ポップコーンガーって食いながら見るっていうのを、これ結構たまにはやるのいいと思います。映画の内容はですね、あの、あのか、泣く、泣くとかはないんですけど、 め、あの、やっぱ、ミニオンズと被らないように、カモの目の、目が大きいんですけど、目のひ、目の開きだけで、表、あの、感情を表現する表現とかがすごい素晴らしいです。で、酒井さんの演技、やっぱ酒井正人さんの声優、声優さんとしての演技が、どん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 すごい上手くなってて、僕、酒井さんって言われるまで初めは分かんなかったんですよ。予告の時ですよ。それぐらいナチュラルで、あの、 馴染んでました。この人自身がいいパパだからもうなんかそのいいパパ感がすごいもう声に出てるんですよね。その辺がほっこりするっていうか、これ、 あの、子供いる家族連れでちょっと見てほしい。あの、結構スクリーンの真ん中、真ん中の列だったらどこでも僕いいと思うんですけども、真ん中で見てほしいなと思いました。で、おっきなメッセージとしては、冒険、その池の中から出なければ出会、出会わなかった仲間たちがたくさん出てくるんですけども、まあそういう、まあこの僕の中ではね、この映画見たっていうのはかなり冒険だったんですけども、こういう出会いがありました。で、ドラマのビバがま、まさに冒険がテーマだったんですよ。あのね、すごいお金かけてドラマ、日本のドラマ作って世界に出ていくっていう冒険、 全然冒険の途中だと思うんですけどそういうのも含めて考えてみると、えー、すごいしみじみ見れます。 皆様もぜひねあの映画館に冒険しに行ってみてはいかがでしょうかということでタイトルがフライなんですけどたあの思いっきり英語でミグレーションってずっと出てくるんですよなんでフライって出てこないのかなと思って調べてみたらミグレーションってあこれこれマイグレーションだマイグレーションって読むんですけどマイグレーションって移住って意味で渡り鳥の移住なんですってタイトルがマイグレーションだけど日本でそれマイグレーションでやったら意味不明になってしまうから飛び立つフライにしたんだと思いますそんな感じでねドタバタの CG 大画面とねあの結構 結構いい音響で、あでも音もこだわってるから、その結構悪、人間が悪役なんですよ。そのカモを飼って、そのね、小屋、カモを太らして、やっぱ食用にするっていうのを施設を作ってるっていうのはすごい悪いやつなんですけども、それって別に人間側からしたら普通に食料をね、調達して食べるためにやってるだけなんで、本当は悪くないんですけども、その辺はね、全く触れられないんだけれども、やっぱカモ川視点で見るとね、カモの、 カモの目線から見たらね、あの人間って悪役になっちゃうのかなっていうのがちょっと語られないけど、少しだけ心に残るというか、引っかかるんで、その辺ちょっと、親子で話し合ったりしてみるのも良いのかな、みたいな感じで、坂井人さん、坂井人にはちょっとおすすめでございます。そんな感じで、やられたらやり返す。大事なのは、いいねとチャンネル登録だ。よろしくお願いします。ありがとうございました。